じゃあ次きます。えー、こんにちは。格芸プレイの中でハイタニさんが一番自分自身とプレイスタイルが近いと思っている人は誰ですかよければ教えてください。いやー、わからんなあ、でも数の子なんかなわからんけど。まあいや、C って言うならね。C って言うならそうなんかなっていう。結構、あのー、みんながあんまり知らんっていうか、やったら、まあ MDR とかもかなり。うん。 本当になんかまあ自分がしたいなと思っているようなプレーをしてたね、ストフォーでは。かなりうまかったね。まあ、とかかな。うんまあ、結局、その,まああのなかなかいないですけどね、この人とこの人と似てるなっていう人みんなやっぱ個,ってかね個性がないと勝てないんですよね、格ゲーって。いくら上手くてもやっぱり、うん、その人の自身のその強みがないと勝てないんで、だからあんまりその上手い人同士やと、この人とこの人と似てるなっていうのはあんまないいと思います少ないと思いますね。ね 対策されるからというか強みがないじゃないですかその人のその唯一無二の武器がないとあのまあ対策されるかうん要は抜きんでてるってことなんですよね強い人ってまあ今の俺はそんなじゃないですけどまあそういうトッププレイヤーのになってる人って個性が突き抜けてるからトッププレイヤーなんですよねだからどんだけそのこれができたら強いよねって言われてる技術を一通りできてもやっぱトッププレイヤーにはなれないですね 強いい人にはなるけどままあそ,そこで終わっちゃいますやっぱりその人しかこれはできないよねこの動きこの人だけしか、うん、読みができないよねとかそういうのがないとやっぱりなれないですね。と思います。<music>